こいつらか。意外に弱かったね。クロード、いつからいたの？ついさっきだけど。そう。何してたんだい？ちょっと昔のことを思い出していたの。レナの子供の頃ってどんな子だったんだい？そうね、それは物静かで礼儀正しくて親の言いつけを守るいい子だったのよ。何クロード、信じてないの？そんなこと言われても。もういい。クロードって私のことをそういう風に見ていたのね。そんなつもりでは。
何してるの？あ、クロード、結構いいアクセサリーが売っているのよ。この店、露店にしておくのがもったいないわ。そうだね、綺麗なアクセサリーが多いね。ほんと、今日は露店が出ていてラッキーだったわ。当たり前だ、俺が細工したアクセサリーは天下一だ。どこを探してもこんないいものはない。なぜかって、俺はアクセサリー細工の天才だからな。これがなきゃね。行きましょう。あなたたち知っていますか？サルバの町で相当の竜の化け物が出現したそうですよ。サルバの町？ああ、そうじゃ。前々から竜を見たという人はおったんじゃが、どうやらただの噂ではなかったようじゃな。アレンの次は何なの？アレンって誰ですの？詳しいことは分かりませんか？竜を倒せる人を探しているようですよ。でもその話を聞いてサルバに出かけた戦士が多かったから、もう解決しているかもしれませんね。なんだろう、少し気になるな。サルバ行動には近寄らない方がいい。どうせお前さんたちには倒せないじゃろ。わしがあと10年若ければサルバの竜なんてイチコロなんじゃがの。
ことなるさ。
れは。
んとかなるか。よし。なんとかなるさ。なんとかなるさ。
通信範囲を超えています。電波を発信および受信できません。やっぱりダメか。この空の星のどれか一つが地球なのかな。どれか分かっても届かないんじゃしょうがないか。父さんや母さんどうしてるんだろう。この年になってまでずっと心配かけてばっかりだな。クロード。死んじゃったんだ。ちょろいものだな。あれ、これはなんだ。これって両親の写真か。まずいな。返してあげた方がいいんじゃないか。探し物はこれかい。あ、僕のペンダント。どうしたのこれ。いや、さっき拾ったんだ。わざわざ僕を探してくれてたんだ。ありがとうお兄ちゃん。死んだお父さんたちの写真ってもうこれだけなんだ。よかった。お父さんのことを好きだったのか。大好きだよ。そっか。僕もう行かなきゃ。ありがとうお兄ちゃん。死んだら好きになれるのかな。かしら。まだみんなには気づかれてはいないみたいだけど。本当にどうしましょう。
く、これ以上太るようなことにでもなったら入る服がなくなってしまいますわ。うわ、クロード、今の話聞きましたの？あー、その…体重なんて気にすることないですよ。聞いてましたのね。セリーヌさん。そう、聞いてたんですの。いや、だからセリーヌさんは十分に痩せていますし、気にすることなんてありませんって。セリーヌさん、忘れなさい。なんだレナか、驚いたな。私もちょっとびっくりしちゃった。どうしたの？今長老様に聞いたんだけど、紋章術に回復系のものはないんですって。私ただでさえ紋章を刻まなくても呪文が使えるでしょ。なんだか私、自分が化け物のように思えてきて。私一体何者なんだろう。僕はその力に幾度となく助けられている。レナのこの力は悪いものじゃないんだ。気にすることはないよ。クロードがそう言ってくれると助かるけど、誰かこの回復の力を知っている人はいないのかしら。旅を続けていればいずれ見つかるよ。僕も手伝うからさ。ありがとうクロード、慰めてくれて。僕は慰めなんかしない。だって慰めって他人を見下す行為でしかないだろう。そんなに斜に構えるものじゃないわ。私あなたのおかげで助かってるもの。そう言ってもらえると助かるよ。
まあまあだね。嬉しい。行きましょう。
やりましたわね。準備はいい。できるぞ。ああ、かっこいい。やった、やった、やった、当たれ。ファイヤーボルト。僕らの勝ちだな。おのぼりさんみたいなこと言って。何よ、文句あるの？いえ、ありません。やっぱりラクール王国はいつ来てもいいですわ。多分この星で一番の王国ですわね。そんな感じするね。城も見に行こうよ。すごく楽しそうじゃない？全然構わないけど、冷静になって次の目的を見定めるようにしていこうね。え？何でもありません。足腰が思う通りに動いてくれなくてね。買い物にも満足に行くことができないんだよ。そうですか、大変ですね。もし迷惑でないんだったら、私の代わりに買い物をしてきてもらえないかね。僕がですか？ダメですかね。別に構いませんよ。すまないね。いえ、お安いご用ですよ。それじゃあお願いしますよ。道具屋のペレンノールに行って、私からだと言えばわかりますから。わかりました。
らっしゃい。おばあさんに代理を頼まれたものなんですが。ん？町の外れにいたおばあさんに頼まれたんです。そういえばわかるって言われたんですけど。ああ、モールばあさんに頼まれたのか。久しぶりだな、ばあさんにお使いを頼まれたやつは。おやおや、本当に言ってくれたんですね。ありがとうございます。いえいえ、お安い御用ですよ。お兄さんのような孫がいたら、そんな風に常々思っているんですがね。ありがとう、おばあさん。ああ、そうそう、お礼をしなきゃいけないね。遠慮せず受け取ってくださいな。そんな、お礼なんていりませんよ。いいんですよ、私みたいな年寄りにはどうせ使い道なんてないんだから。お金なんてものはね、一人の人間はたくさん持つものじゃないんですよ。不器用な使い方しかできなくなってしまうからね。こんな見ず知らずの老人の頼みを聞いてくれて本当にありがとうね。嬉しかったよ。あれ、おばあさん、足は？いたって健康だよ。お医者様も太鼓判を押してくれてるわ。どうしたんだい？何もそんなに驚かなくても。私をどうするつもりなの？私みたいな可愛いだけが取り柄の田舎娘に声をかけるなんて、何か魂胆があるんでしょ。闇の組織にでも売り飛ばすつもり？私の魂を邪神に捧げるつもりね。確かに私の清らかな魂なら生贄としては十分でしょうからね。おいおい、僕はそんな怪しいものじゃないってば。もう間違いないわ。怪しい奴に限って自分のことを怪しくないなんて言うのよ。大体自分で自分を怪しいなんていう悪人なんているわけないもの。そりゃまあそうだけど。もしかしてあんなことやこんなことをするつもりなんじゃ。恐ろしい。助けて神様。ちょっと待ってくれよ。僕は君に声をかけただけだろ。一体どこをどうしたらそういう風に思うんだよ。組織の人間しかやらないわよ。やっぱり都会は危険なところだったんだわ。家出なんかするんじゃなかった。え、家出？君って家出をしてるのかい？まさか私の秘密が知られるなんて。だから、なんでそうなるんだよ。だってお父さんが言ってたもの。都会はリンガなんかよりもずっと恐ろしいところだって。
恐ろしいの意味が間違っていると思わないか？そうかしら。そうだってば。そういえば、私もなんとなく変だとは思っていたのよね。そんなことすぐに気づけよう。これからどうするんだい？うちに帰るんだったら送っていってあげるよ。危うく騙されるところだったわ。私を安心させといて一体どこに連れて行こうというの？やっぱり都会は恐ろしいところね。ああもう寄らないで。それ以上近づいてきたら大声を出すわよ。何だったんだよあの子。